沼津市の水族館では書道パフォーマンスで有名なアシカが今年の干支の書き初めを披露し、来園客の人気を集めています。元気いっぱいな姿で登場したのが、泉とシーパラダイスの人気者、カリフォルニアアシカのグリルです。グリルは令和などの書道パフォーマンスをすることで一躍有名になったアシカですが、今回新たに挑戦したのがこちらです。今年は何年ですか？ねずみでございます。グリルが書き上げたのは今年の干支であるねの文字で、作品は観客にプレゼントされました。すごく丁寧で、人間みたいに数字が書けるなんてすごいと思った。家に飾ります。アシカグリルの書道パフォーマンスは泉とシーパラダイスのショーの中で今月6日まで行われます。